にもなっているクイズ。にもルカです。ももです。エイティです。スナです。ルです。最強クイズ王集団カペリティオチャンネルで す。よろしくお願いします。お願いします。早押しクイズでね、皆さん前振りとして〇〇の名前にもなってるみたいなクイズってよく聞いたことありますよね。はい、ありますね。はい、今回はですね、すべてそのような〇〇になっているという問題で構成されたクイズを出題するという企画でございます。で、問題はにもなっているまでの前振りパートとその後の後限定パートというのに分かれます。まず前振りパートでボタンを押した人はその時点でボードに答えを書きます。ここで正解をかけていればプラス2点です。このパートでは2名までボタンを押すことができます。なるほど。はい、じゃあ、2個押してみてください。おら、で、砂川君押してみてください。はい、で、AT押してみてください。こうするとですね、2番目までボタンが光るというモードでやっています。この時点でリコと砂川君がボードに書くことができ、これで正解していたらプラス2点というルールです。で、その後ボードを書いていない人向けにその続きの問題を読むようになります。この時回答できるのは AT とももさんということになります。じゃあ AT ボタンを押してください。で、ももさん押してください。まあ、このようにつくんですが、 AT が正解したらプラス1ポイント、誤答すると2番手のももさんに回答権が流れるというシステムになってます。ここでももさん正解しても1ポイント、はい、そしてボードを2人に上げていただき正解2点で、誤答は早押しでもボードでも0ポイント。なるほど。言葉目なしということになっています。なるほどね。ただ前半の方が情報が薄いので、そこで勝負をかけるか、それとも後で、早押し合戦に勝つということで低いポイントだけど早押しに持ち込むのか、それを駆け引きを楽しんだら、前半の方がポイント高いから負けてる時はね、勝負かけないといけなかったです。その通りですね。まあ、でも勝負かけれるときはしっかりいかないとダメですね、これ多分。もう日よると負けるやつですね、これ。日よってるやついる？いるよな。いました。いるよな。いました。いる側の確認するやつ。ということで、ボード書いた2セットが入り次第すぐ早押しパートにね、移行するという形で参りますので、分かった方はバンバンボタンを押してみてください。わかりました。はい。それでは早速やっていきましょう。それでは参りましょう。問題。世界で一番小さい犬の品種名にもなっ、はい、AT とももさんが書きます。書き終わりまでお待ちください。はい、書き終わりましたからね。はい、ではリセットします。このリセットから早押しすることが可能です。わあ、行こう。チワワ州。正解。お見事。では2人オープンしてください。はい、はい、チワワ、チワワ州、どちらも正解となります。ありがとう。はい、リコに1ポイント、AD とモモさんに2ポイントが入るということになります。はい、世界で一番小さい犬の品種名にもなっているメキシコ合衆国で最も面積の大きな州は何でしょう。チワワ州ということでございました。これ2回早押し負けたから2倍悔しい。4人と分かってたけど、はい、その後の早押し合戦もね、ここでも負けたんで、負けてしまったのでね。それでは参りましょう。問題。安楽死をテーマとした森鴎外の書。さあ、またしても AT ついでももさんとなっています。さあ、砂川くんとリコは分かっているのかどうかというのもね、あまり顔に出したくないところではありますが、キゼット。さあ、行きましょう。リコ、これが全部で正解。では2人ボードオープンしてください。はい、正解でございます。はい、ということで、全く同じ展開。ダメだ、ダメだ、これ、勝負かけないとダメだ。2問で4倍くらい。ダメだ。はい、安楽死をテーマとした森鴎外の小説のタイトルにもなっている、古来から主に河川で用いられた平底の小舟といえば何でしょうという問題でした。砂川君ももちろんこれは正解は分かっていて、あとは押すだけですね。そうね、押すだけね。それでは参りましょう。問題。ポケモン全国図鑑ナンバー007のさあ、砂川くんです。ここで押したい人がいたら追加で押すことができます。いや、でも後限定があるってことは限られるよな、割と。ではこのまま、はい、リコも押しました。リコも回答してください。ももさん AT にビハインドを追っている砂川くんとリコが書いていきました。それでは、前振りパートから後限定パートまで通しで読みたいと思います。問題。ポケモン全国図鑑ナンバー007のポケモンの名前にもなっているペットとして、さあ行きましょう。ももさん、ゼニガメ。正解、お見事。素晴らしい。ではお二人オープン。さすがでございますね。お見事でございます。さあ、これは砂川君さすがの正解といったところ。もうこれ以降全部ポケモンの問題。
全部ね、はい、であればね、今のポイントで押せますから。よかったです。ペットとしても飼育されるクサガメやニホンイシガメの幼体の総称といえば何でしょうという後限定がついておりまして、ゼニガメ正解です。なるほど。さあ、そして後限定のペットの文字を聞いて、モーさん押しました。はい、三大ポケモンの一番最初の携帯の一つなんですよ、絶対に007という番号がね。この前イラストクイズで001が不思議だねだったので、うん、ゼニガメか人影の二択だったので絶対最初聞いたら分かると思って早めに押しました。ありがとうございます。それでは参りましょう。問題、2005年に誕生した茨城県の市の名前にもなっている。さあ押す方は残り5秒以内に押してください。 AT が押しました。うん、まあ、アポギンテイがあるのは3どのくらいじゃないかな。1AT 書き終わったらリセットします。ここからボタンを押せません。それでは、頭から読みます。問題、2005年に誕生した茨城県の市の名前にもなっている日本で2番、はい、行こう、霞ヶ浦。正解、お見事。日本で2番目に面積が大きい道県にある湖は何でしょう。霞ヶ浦。 AT オープン。霞ヶ浦。お見事、素晴らしい。よく行けましたね。新しめの茨城県の市だと、まあ、筑波未来市とかも、まあ、あるんですけど、まあ、筑波未来に後限定がつけられないので、ね、まあ、霞ヶ浦かなと。筑波未来というものがないので霞ヶ浦というね、読み素晴らしいと思います。お見事です。それでは参りましょう。問題、ウォッカにレモンジュースなどを加えたカクテルの名前にもなっている。さあ、前半押す方は残り5秒以内に押していただきましょう。5、4、3、2、1。押す方なし。では頭から読みます。早押しパートです。ウォッカにレモンジュースなどを加えたカクテルの名前にもなっている三角形の胴に2個、バラライカ。その通り。ありがとうございます。酒問題。3本の弦を張ったロシアの楽器は何でしょう。バラライカ正解でございます。はい、ということで早押しでね、見事取りましたけれども。そうですね、早押しで他の人に点を与えないようにしていくのが俺の仕事だ。なるほどね。早押しパートでね、今ね、めっぽう強さを発揮していますリンゴ。それでは参りましょう。問題、2006年の M1 グランプリ王者の名前にもなっている。そう。さあ、ではアース長くんが押しました。では残り5秒まで受け付けます。さあ、ももさんも押しました。ここで、ボード回答は締め切りとなります。それではリセット。押す人いませんので頭からいきましょう。2006年の M1 グランプリ王者の名前にもなっている大学。エディ。大学。大学基地以降にこれで回ります。大学。おー、なんだそれ。正解者なしです。問題の続きを読みましょう。大学での個別指導やパソコンソフトなどの使い方を示した教材を意味する英単語は何でしょう。ということで正解はチュートリアルでした。ーボードオープン。はい、ダメだ。すごい。ということで砂野くん単独正解。お見事。すごい。ただご当社3人にもマイナスなどは、ね、ありませんので、砂川君がただ点数を伸ばしてしまう。気持ちいいね。これを2006年チャンピオンだけで、はいはい、後ろで2もなっているになりそうなものはチュートリアルだなと。なるほどね。確かにね、フットボールアワーとかブラックマヨネーズとかね、ないですからね、後ろ他にならないなと思う。はい、いや、素晴らしい読みでございました。お見事です。では、参りましょう。問題、米津玄師の8枚目のシングル曲のタイトルにもなっている。いや、無理だ。さあ、問題もだいぶ使ってきました。終盤も終盤。さあ、あと最後の砂川さんと真央さん。やばい、そうだよね。砂川君はそうなんだよ。負けてる人はね、いかない。さあ、砂川の真央はここで勝負に行く。米津玄師8枚目のシングル曲のタイトルになっている、何枚目がね、分かっていればということでありますが、分かんない場合はどれかを書くことになります。それでは行きましょう。さあ、2人は何を書いたのか行きましょう。頭から問題、米津玄師の8枚目のシングル曲のタイトルにもなっているビアフランカ、ユーレカ。さあ行きましょう。エディ、レモン。レモン正解。リスモンといった品種がある酸っぱいキャラモンといえばなんちゃうレモンということでした。8枚目なんですね。1枚目らしいのでございました。さあ、それではモモさん、サガ君、ボード君。レモンだけはないよ。さあ、
ということで、ここは AT に1ポイント入るのみということで、フラミンゴピースさんに残念でございます。ここで問題終了でございます。勝負は行くべきだったと思ってる。ということで結果、ももさん5点、 AT7 点、砂川くん4点、リコ6点で AT の優勝です。あー最後だ、くっそ最後だ。だいぶちょっとね、やっぱ際どい勝負になってしまったので、やっぱりね、ひよったやつが死ぬんですよ。なるほどね。ひよってるやついる？いるよな。いるよな。さあ続いて、最後の一問勝負でね、敗れた形となりましたリコ6点でございましたが、最序盤のそのチワワ州とか、うん、高瀬船をモモさんに押し負けてるんですよ、ね。ラストらへんモモさんとか、あの砂川くんの勝負の書き方うまくて、うん、正解にこそならなかったけど、詰めていったら、あ、砂川くん正解してたもんね、うん、チュートリアル、チュートリアル、はい、で勝負の書き方上手だなと思ってね、さすが賢くんだなと、はい、思いましたね、はい。さあそして最後、勝負をかけた米津玄師のレモンがもしも正解だったらトップ並べていたという、今まではね、見つけましたももさんでしたか。点差は把握してて、ボードで勝負かけたら優勝できるかもしれないなと思ったんですけど、レモン序盤はちょっとクイズの勉強の成果が出たのも嬉しかったです。楽しかったです。普段だと2番目についてるっていうのはあまり評価されなかったりはするんですけど、しっかりとね2着判定でボードをもぎ取ってたのもね素晴らしかったなと思います。さあそして最後、まあ、勝負をかけて本当に優勝もね全然あり得るところまでプレイングしました。砂川くんいかがでしたでしょうか。先輩僕ねエンジンかかるのいつも遅いそうね、簡単クイズもなんかちょっと変なこと言ったりとかして勝手が分かるのが遅いのでちょっと弱点かなと思いましたねはい、まあ本当にね、1問目、2問目が砂川くんに2点ずつ入っててもおかしくないような状況ではあったのでね、わずかな差だったと思いますが、はい、ということでね、いかがでしたでしょうか。面白かったという方いたらぜひね、高評価をよろしくお願いします。以上、本日のカプリティオでした。高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。砂川くんはレジギガスだよ。スロースタート。